疲れ様です。お疲れ様です。デモをね、作ってきましたんで、なんかすごいいい意味で、なんかすごい素直な爽やかな曲だなっていうのがあったんで、ちょっと僕らっぽい怪しげなアレンジでバランスを取ろうと、ね、本当にあの家出る直前までやりました。まあちょっと BPM 上げちゃってて無理やり速くしちゃったんで、はい、あとちょっと構成も勝手にちょっと変えちゃったりしたんですけど、はい、いいですかね。いただきます。私のイメージでは明るい感じだったんですけど、チョコパさんの色が入ったのでいい意味でこう独特で、私もそういうのが好きだから、シャスって何よし、すごい嬉しいです。なんか全然想像がついてなかったんですけど、これでまた歌詞とか決めていけれそうな感じがします。ありがとうございます。よかった。最終的にはあの打ち込みのベースを生ベースにしたり、楽器のセッションっぽくなるようになっていくのかなと、なんかこうしたいみたいな、トライアングルみたいな、なんかキラキラした感じの音を入れたいなって思って、はい、うん、確かに。じゃあなんか小物を取っていくことにしますか、しましょうか、うん、この曲は季節はなんかあるのかな、春とか秋とかこう季節の変わり目ぐらい。不倫っぽく思った。いや聞いて勝手に夏かなと思ったら全然外れてたな。いけるね。合いそう。めっちゃ合いそう。でもなんかこれもさっき。あ、これ。あ、ギロね。まあでもこれ使えそう。いや使えないな。いやいやいや。うわ、そうなるね。楽器選んでる時間が一番楽しいなっていうか。まあ、普段僕ら3人で車の中でやってるような、すごい楽しいです。 OK、 じゃあちょっと試しに、なんか岡田さんの思うタイミングで、多分なかなか入らない。音を入れる瞬発力っていうのか、それがなくてちょっと怖いなっていうので、これはカエルの声みたいなイメージ、なんかさりげなく入れたいです。カエルがリズムに関係なく泣いてるみたいな、素晴らしいですね。じゃあ歌の裏とかで結構カエルっぽいな。うん、カエルっぽい。おー、いい。いいね。オッケー。ここしかないっていうタイミングだね。そうね。オッケー。よし、次。よし。ゆくゆくは一緒に演奏するイメージが湧いてきたんじゃないかなって思います。お互いにね。うん、お互いに。その曲の雰囲気が分かったので、こういう風な曲にしようっていうのが明確になった。絶対にいいものを作りたいです。見えてきた。見えてきた。この後がね、完成がね。皆さん入れますか。はい、ありがとうございます。うん。ポッキー食べてる咀嚼音入れますか。まああってもいいよ。そうだよね。